セーブ、うっせぇな。お前聞こえてんの？え？あとしてんの？あー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 最悪、負けたらリアルって感じやんだろ。えぇ、ー、山口、山口、山口組だもん。えぇ、ー、お前バスはお前。あー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 うるせぇんだよ。あ、すいません。どうすか、高岸。あー高岸やばい。そういうお前、最近メッセージでいっぱい来るけど、お前なんか動画出してる。おめえ、そういうお前、はい、なんか最近メッセージでいっぱい来るけど、おめえなんか動画出してるの？え、僕はあのあれですね、 YouTube はやってますね。なんだ YouTube です。それでお前俺乗っけてんのか。え、いや、あのそれ俺に乗っけてんのか。まあ、思い出のアルバム的な感じで僕使ってるんですよ。はい、あのよくいるじゃないですか、クラメン用みたいな、見たことねえだ、クラメンバー用みたいな、そういうあの思い出です。自分の、はい、自分のタータに思い出として撮ってるだけってことか。そうです、そうです、もちろんそうです。でもだいぶお前、はい、なんかコメント来てたけど、はい、ですね、正確に言うと僕は YouTube をやってまして、 チャンネル登録者がね、だいたいヒカキンさんの6000分の1です。6000分の1、100人です。はい、お前そんなつけいねえのか。そうなんです、100人でやってるので、だから全然僕なんかケイゴさんと出しても15回とかですね。15回そんなしかお前再生数ないのか。はい、だから一応載せさせて。お前俺使ってんだったらもう少し再生稼げてんのか。そうですね、頑張ります。ケイゴさんがね、ドンカツを取ってくれればの話なんですけどね。あもう僕も頑張んないとなって思いまして、ハルパパっていうの知ってますか？おめえだろ？あ、そうですね。僕もやってまして、そういう YouTube を100人ぐらいの、103人ぐらいかな、もう。こうやって。何の動画上げてんの？ケイゴさんとの思い出を。気持ち悪いな、お前。そう思ってまして。ケイゴさんへの忠誠心を表すために、広告もつけずに出しております。無収益なのか、お前。無収入です。はい。ニートです。はい。働け。はい、働いてます。いや、定年だな、お前な。働いてます。どっちだよ。え、どっちだよ。何がですか？働いてよ。働いてんのか、ニートか、どっちかね。働いてます、働いてます。はい、昼間はですね、清掃業やっております。ビルの清掃ですね。お前66になってまだそんなことしてんか。そうですね、もう年金払ってなかったんで。はい、お前クソ野郎だな、お前とこと。クソ野郎。結構車探せ。車がちょっと、そうですね、車ですね。 あったな。ありました。ちょっと僕には全く見えないんですけど。俺が見えてればいい。でも圭吾さんの洋服って真っ赤じゃないですか。めちゃくちゃ目立ちません？まあ多分目立つな、これな。あえての目立ちですか、やっぱそれは。あえての目立つ。何も取るのか、お前。やっぱこのキルバカの。あ、いや、違います。キルのね、やっぱ大好き。おっと、武士、武士来てました、武士。どこだ？ケイゴさん、真後ろです、真後ろです。武士が降りてきましたよ。全部俺取りましたけど。あ？ 3 ヘル渡します、3ヘル。ケイゴさん3ヘル。はい、OK です。その他何取った、お前？あとはですね。一つずつ全部言えよ、お前。あ、回復の医療箱。医療箱あります。いらない？え、なんか来ました。医療箱いります？早く乗れ。おこれがリアルだったら本当お金もんですよ、これ。請求もんですよ、これ。お前聞いたとしても俺お前から取るけど。いや、もうこれがリアルだとしたら俺の車に傷がついてんだ。確かに。それヤクザあるあるですよね。引いといて金よこせって。当たり前だろ、おめえがぶつかったんだよ。はい、ちょっと乗らなかった、おめえが悪いな。謎に壺に入ってしまいました、今。頑張ります。敵いねえな。新マッパってどこにいんだ。あ、撃ってきました、撃ってきました。あ、撃ってきましたね。ガツガツきますね。よしよし、オッケー、オッケーです、オッケーです。僕行って。あ、いたな。いました？全く確認できないですよ、僕。目の前に消える。あ、近いぞ。はっ！お？今一発があった。当てました？ああ。さすがですね。これ僕の目の前のとこでいいですか？え？後ろから車が来てんな。アンチ事件がちょっと発生しますね。ああ、危ない危ない。死んだな、やっぱお前はな。ケイゴさん、僕置いといてください。あ、もう置いててるよ。また会う日まで。お前どこの敵からやられたんだ、お前それ。あ、来ましたね、俺の方に。来ましたね。ぬすっと野郎が。お疲れ様でした。じゃあ、あと応援しますから、僕は。あとでも17人もいるんですね。意外といるな。いや、結構いますね。俺の方にいますよ、今。一人。さあ、こっから、ケイゴ龍の真骨頂。お前殺したってどこ行ってんだよ。多分俺が死んだところの岩で多分漁ってましたね。頑張れ。頑張れ、ケイゴ。うん、あ、撃ってんの？え？戦の場でドリンクを飲むってのは。今、ちげえやつに殺されてる、ね。確かに。次、嵐の半島じゃなくて、Q マップの方で、ちょっと、ケイゴさんのね、やっぱ本拠地で。そうだな。ちょっとやっていきたいと思います。いきます。今日あれだったからな。うん。なんか言いました、今。今日ちょっとあれだったからな。ああ、そうですね。あれでしたね。おめえにあれだよ。はい、行きましょう。どこ行きましょうか、これ。端っこ行くか。ウエストピアですか。端っこ行ってどうなんだろう。端っこ。困った時端っこ行って。困った時端っこ行けばいいんだよ。いや、ここでね、やっぱ10キル見たいですね、やっぱり。2桁キル。任しとけよ。今噛みました。任しとけよ。よし、いきますよ。いや、怖いなぁ、ここ。だってここもう激戦なんですよね、ここも。来てますね。来てんな、来てんな。来てますね。4人ぐらい見えた。4人もいます？ 4 人しかいねえだろ。4人しかいない。寂しいですね。やばいやばいやばい。やばい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 。ちょい、どんだけ俺下手なんだ。そう、やばい。ケイゴさんと離れちゃいましたけど、また会いましょう。死んだな、多分お前。え？こっち来てます？いつもの勘でお前死んだな。ああ、そういうことですね。いつも通りに行かないですよ。え、嘘よ。え、どうしよう、ちどうしよう、ちどこに、あ、もういます？今敵一人殺した。あ、一人ダウン取ってる。ケイゴさん、今行きますからね。200メートルだから届くかな。敵その辺にいます？敵一人ダウン取ってるから。
もしかしたら相手も蘇生来るな。なるほど。あれどこいます？倉庫の方で。こっちだ。右側。あー、オッケーっす、オッケーっす。あー、ビッキーさん。怖すぎる。怖すぎる。来んなよ。来んなよ。これ振りじゃないかんな。来んなよ、お前ら。よし、ケイゴさん。あー、いたなって。いました、はい、れたな。いました、どこいました。あっちの反対側のコンテナルぞ。なんか水を得た魚のように走ってきましたね。俺がフォローしますからね。落ち着いてください。相手ビビって逃げましたね。その赤い服にビビって。見えなくなったな。いたな。おっ、撃ってきましたね。撃ってきたな。やりますね。おお、待って、後ろから撃たれた。怖っ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 。止血キット俺いつの間にか持ってました今。あ、スポドリも。ああ、ケイゴさん行きますね。ケイゴさん水を得た魚のように。ああ、撃ってますよ。なんか殺してんだよ。ああ、殺してですね。早めに止まっていいですか、ちょっと怖いんで。あ、もう撃ったんですか。もう終わってるよ。早いね。お前だけで終わってねえ。俺自体が終わってましたね。刺さるのは一発に。かっこない。包帯とかねえんかも。包帯あります。包帯はあげますから。今ちょっと包帯起こせよ。はい、オッケーです。敵まだいそうですかね。敵いねえんじゃねえかも。わかんねえ、いるかもしれない。もう制圧。ちょっといいの見つけましたよ。今見つけちゃいましたよ。何見つけた。見た目かっこいいやつ。見違えた僕を見てください。さあさあ、この見違えた僕を。すげえ興味なかった。今ちなみに何キルぐらいですか。今2キルだよ。ああ、いいっすね。あ、足脱いじゃった。これ敵いねえのか。これ脱いじゃった。敵見えねえな。でも来ねえな。これが落ちました。これが落ちました。ドア開けるときは撃って開けるってことにしたんですよ。育ち悪いなでめ。お互い様です。あ、あ、違います。稲沢な、見る感じは。これちょっと物資祭り系じゃないですか。これが端っこは美味しいんだよな。みんなバカみたいにセントラル行くだけですよね。バカだからな。プレイヤーって全員バカですね。何楽しいんだよ。ああ、違う。なんて言いました今。あ、なんて言いました今。なんでもいいだろ。ああ、すいません。すいません。すいません。ちゃ怒られますからね。毒が来てますよ。来てるな。またあの、大して物資取れてないんですけど。お前だけな。ケイゴさん取れてますか。おお、あったあった、来たよ、ほら。来た、信じる者は救われる。オッケー。俺はだいぶ物資ある。ケイゴさんの、あの、ああ、暴走族の時の話ってなんかあったりするんですか、やっぱり。暴走族の話。はいはい。まあ、走ってたよな。赤信号はちゃんと止まってたんですか。そんなお前暴走族聞いたことあるか。確かに。暴走って言わないですよね、それは。結構規則正しいな、そいつら。一応三輪持ってきますわ、そっち。一旦ちょっとね、ケイゴさんが死んじゃうんで、包帯巻いて待ってます。踊ってるんですか。あ、なんでもないです、なんでもないです。まあ、しょうがない、これで我慢しましょう。よくわかんないです。あー、落ちちゃった。え、そっち派ですね、そっち派。ケイゴさん、やっぱり車からキルとか取れたりするんですか。車からキル、運転中ってことか。運転、あれですね、相方が運転してる時とかですね。それ誰でもキル取れんだろ。マジですか。車運転しながら。車運転しながらってね。あ、助手席乗りながら。あ、助手席で。あ、マジですか。それはあれですね、ちょっと上手い方ですね、それは。おめえの物差しで俺測ったんじゃねえ。おおっ、一発で来ました、一発で。一発食らいました。あっ、ケイゴさん、俺のことは構わず。え、大丈夫ですか。おめえ、邪魔くせ、邪魔くせ。ちょ、ちょ、どいてます、どいてます。ああ、ちょっとタイヤに。俺のことは構わない、言ってください。相手なかなかやりますね。しかも車まで来やがった。俺、この俺の情けなさ。ゴキブリみたいになってますよ、俺。ケイゴさん頑張って。ケイゴさん頑張って。俺を踏み台にして頑張ってください。お前れや。おい、ああ、ちょっと待って。間違いやつか。いきます。やっぱりあれですか、お友達でフェラーリ乗ってる人がいるんですか。結構いるな。ええー。ちょ、チャラついてないですか、その友達ちょっと。大丈夫ですか。あ、ああ、違います。あれです。僕のことです。チャラついてるの。はい。僕はチャラいです。はい。敵いっぱいいんな。いっぱい。1,2,3,4 枚しかいねえな。ちょっと少ないですね。少ねえな。あ、でもちょっと僕なんかわけわかんないとこ行ってますよ。いつもだろうが。これはやばい。おめえどこいんだよ。これはやばい。おめえ通りねえんだよ。これはやばいっすよ。死ぬ確率がちょっと出てますね、今。これは俺もやばいな。これはまずいっすね。そのため行動しろ。行動ができないっすよね。おめえどこいんだそれ。あ、そこいんだ。普通にこっちが来るんだろうが、そしたら。ちょっと今、あさってますね、今。誰もいないっていう説があります。誰もいないはずねえんだ。4枚いんだよ。ああ、なるほど。なるほど。しかし、打ち合わねえな、あいつら。そうっすね。なんか静かですね。いや、全く打たねえな、あいつら。なんで揉めねえんだ。お、打ち出した。始まりましたね。それでも、打たねえな、うん。確かに。あ、始まった。あ、いたな。いました？いた。おぉ、え、敵はマンションの中います。あ、マンションに2人いるな。あ、マジっすか。頑張ってください。俺、遠くから応援しますから。うわ、え、ちいちだ。今行きますからね、俺が。あ、助け役の俺が行きますから、今。一回ですか。逆だよ、逆だよ。そっちだ。あれ、おぉ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 、なんだ。やった、お前が。ほい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 、ザコ、おい、やってんな、おめえ。
なんか動いてますね、いっぱい。あ、上にいるな。階段のところで横動きしてるぞ、それ。はい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 。今一回画面見てもらっていいですか。撃破1、警護流、撃破0。まあ、事故だもんな。はい、行きましょう。お前がまさか勝つとは思わなかったけどな、うん。なんか質問あれば受けますよ、あの、キル取れる人の。はい。大丈夫です。はい。あ、え、もう一回。質問は、僕は大丈夫です。じゃあ質問していいか。あ、はい。どうぞ。なんでその名前気なく言えるようになった。あの、バカ野郎だからです、俺が。ああ、OK、OK。いい答えもらった。僕は、頭おかしいからです。暴走族の時代とかって、やっぱそういう武勇伝的なものってあるんですか？例えば、バイクにまつわる話だったり。まあ、ガキンゴロバイク乗ってて、バイク売ったら相手は金払わなかったから、相手んち入って、はい、そこんちのガキ持ち上げて殺すぞって言ったり。え？それあれですよ、僕が弾いてる話ですよ、それ。もう、ドン引きする話ですよ、それ。また。あの時はすぐ警察来たな。逮捕されたんですか、やっぱり。いや、あの時はもう別に示談で終わらしとけ。あ、示談。相手もあれじゃないですか、その後の逆る目が怖いから、示談とか、この辺とかどうですか。あ、どこでもいいぞ、好きなとこ行け。OK です。ここでどうですか、じゃあもう。あ、もう、そこでも、どこでもいいぞ。やっぱ新マップというか、新武器が出てから、ああ、やっぱ81式がなんか事故率高いみたいなことを、なんか僕聞いたことあるんですよね。81式は俺やばいな。うん、なんか事故率高いみたいな。あれ、一発で死ぬから、おめえみたいな雑魚にやられたりするんだよな。ブームなんですよ、それ。あ、すいません。僕、テンプレ的な雑魚です。テンプレートの雑魚です。はい、今、ブーメランって、どういう意味使ってんの？ブーメランっていうのは、あれですよ。西城秀樹の曲です。はい、知らねえ。時代感押し付けてくんじゃねえよ。あ、そうですね。西城秀樹、調べてください。ググってください。興味がねえ。よし、行きましょう。今回誰もいないですね、さすがに。いや、そうだな。ちょっとね、武装さえしてしまえばみたいなとこありますからね。オッケー。そこなんで。ちょっと、村が小さいし、ね。95式年か、95式。95式。え、できんじゃねえか、お前。え、やった、やりました。俺死にそう、俺死にそうっすよ。でも今ちょっと確かにやったな、お前。やったんですけど、俺死にそうなんですけど、もう今ちょっと怖いです。あー、いたこっちにもいた。あ、ばいちょっと待って、ケロさんめっちゃうずる。あー、うめえな。俺のとこにいます今。敵、おめえがどこにいるんでしょ。あー、そう、その辺です、その辺です、その辺です、めっちゃその辺です。早いな、俺死ぬの。お前最近使い物あるんだね、やっぱ。いや、でもあれですね、1キル取りましたから。まあ、お前が勝った音にびっくりしたな。俺が慶吾さんの監視してますからね、今ね、ちゃんとワズさしますからね。あ、お前そこのポジション好きだな。一番ね、ここはね、気楽に喋れるんですよね。そりゃそうだろう、ね、プレッシャー。また思い出動画撮ってますからね、今回も。お前登録者でも100人しかいないんか。100人ですね、100人ですね。僕、よくお前100人もいいんだな。100人、そうですね、そうですね。よく100人ってすごいことですよね。お前の動画見ようと思うがですけど、100人も言おうとしたってことだろう。本当ゴミみたいな動画を本当にね、よく。俺だったらお前に動画なんて興味持たないけどな。本当ですよね、全くもって同じ件です。はい。ちょっと今泣いていいですか、俺。あ、ジープいいっすね。最近もう田舎だろ、どこでも敵いるからな。いますね。同じこと考えてんでしょうね、きっと。新進図だから勝ちてんだろうな。ああ、確かに新進図。あ今どちらに向かってんですか。アンチだよ。安息の地を求めてるんですよ。あ、いる、2階にいる。いるな。うひょー、行きます。もう一人いますね。もう一人います。あ、いた。あー、うまいっすね、弾切れのタイミングで。いや、うまいなー。いや、今いい映像が撮れてますよ、今。慶応さん、もう足りねえだろ。もういい映像が撮れてますよって思いっきり言いますけどね。あの、100人喜んでますから、100人が。あ、誤射ですか、今。誤射だな。やめてもらっていいですか、その誤射やめてもらって。俺の自由だな。ああ、すいません、自由ですね。誤射してる時に誤射するんだよ。はい、誤射してる時に誤射する。誤射してる時に誤射するんだよ。ああ、そうだ。誤射したい時に分かりやすい回答ありがとうございます。これは敵を、あっち行ったな。あ、いましたね。行ったな、あっちに。まずは物資を拾っていく。ケイゴさん頑張って、踏ん張って。あと音聞いてくださいね、音聞いてください。まだ来てねえんだな、敵。今アンチが、アンチの中に入られてる。さあ40人、41対1。これはこれ勝てたらケイゴさんレジェンドになりますよ。うー、気持ちいい。超えてったな、あいつ。超えてきましたね。全然来ねえな、こっちは。さあ、こっから来ねえな、敵。どんな見せ場を見せてくれるのか。ケイゴアット竜、ケイゴアットドラゴン。あ、はい、あ、間違えました。人の名前おちょくってるか、お前。間違えました。あ、爆撃あるところに人がいるってよく聞きますからね。こっちなんで敵んだ。車が通っただけだろ。車通っただけですね。でもあんな草原誰もいねえだろ。そういうとこ分かるんですね、ちゃんと。思ったより、あれですね。どういうつもりで言ってんだ。あれですよ、リスペクトです。はい。
前なんかちょっとかお前。もちろんあのいい意味でしか、ね、言わないですから僕は。ちょっと、はい、最近調子こいてきてんな。いや違います、あの僕はあのやっぱり圭吾さんとやっぱ仲良くしたいっていうのは前提にあるんですよね。お前だな、一方的だな。やっぱあれですか、あのリアルでこうやるぞみたいな なったりするんですか、やっぱり VC で揉めると。いや時と場合によってはそうなるよな。なるほどなるほど。僕は一応リアルではちょっと無理なんで。僕はお前出方してたぞちょっと仲間割れじゃないですかそれ。ちょっと落ち着いてくださいよ。仲間割れですよ今やってること、はい、お前がそれ以上調子こくになったら住所特定してやるからな。住所と、あ来ましたよ、来ましたよ、頑張って。フェラーリ来ましたよ、ガチ勢。うお早い、うっ危ない危ない。嘘、まあでもさっき、あまあ3キルということなんで、圭吾さん3キルなんでね。ダメだったな。まあでも2人合わせて4キルですね。おめえと俺合わせんじゃねえ足して2みたいなとこありますからね。あ、ない、ない。足して2、足して2ですね。お前の数字早くいくつ？何ですか？あもちろんあの 50% です。はい。50% 当たりしろよ。黒フェラーリってすごいお金かかるんですよねこれ。買えよ。僕あの全財産はたいても買えないですこれ。貧乏人ですよ、ね。ガチャギと当ててこいよ。貧乏人なんですよ僕。本当に。知らん。行きましょう。どこ行きます？うん。あそこ。青ピン立ってんだから。青ピン、青ピン OK です。さあ来た。やっぱ圭吾さんが降りるとちゃんと降りれるんですよね。だめと一緒にするんじゃねえ。これどこに行けばいいんですかこれは。あ、車で。適当でいいんですか。あ、車。あ、なるほど。おお、すごい。車のところにちゃんと着地できるんですね。できねえぞ、おめえから。おめえのモーザスで俺測るんじゃねえ。この高岸言うてる場合かって話ですよね、もう。あいや、高岸って言ってる場合じゃないですね、今。高岸なんだ。高岸はあれいくらかかったの。あれは2万ですね。2万円使いましたよ、あれ。あれ、お前色あるんか高岸って。あ、あるみたいですよ。ピンクか。ただ、僕、まあ、1台が限界なんですけど。限界を自分で作ってんじゃねえよ。めっちゃ課金させるじゃないですか。あ、来てますね。おーおーおお、男系合流。おお、やる当たり前だろ。これはサイドカーか。残念。高岸乗りたいんじゃないですか。高岸じゃねえな。高岸乗りたいな、あれ。あれ乗りたいですよね。なんかいいですよね、高岸って。ああ。やっぱ圭吾さんも高岸の良さは分かるんですね。どういうつもりで言ってんだ、それ。落ち着いてください。圭吾さん、あの、いい意味で言いますよ。ああ。猿みたいに動きますね。それ、いい意味か。いい意味です。はい。完全に。確認取るけど、それ本当にいい意味か。いい意味です。もちろん。もちろんいい意味です。お前、命大事にしろ、マジで。命大事にしろ。危ないです。あの、住所特定とか本当にやめてください。僕、あの、あれなんですよ。死にそうなおばあちゃんと一緒に住んでるんですよ。やめてください。あの、まあ、おかしなことばっかり言ってるけど、ばあさんごとさらうから。ばあさんごとやめてください。マンションいないですかね。マンション誰もいねえだろ。まだいねえだろ。いないですね。マンション行きます、俺。マンションもあさりました？あさってねえ。お、じゃあ僕はあれですね。第一村人ということで。AK ゲット。知らねえ。おめえの報告に需要がねえ。すごい早口で的確に喋れますね。今回ちょっとガチしましょう。今回は鈍化するわ。鈍化しましょう。本当に。もうね、早く鈍化をして。寝ましょう。もう夜も更けてるんでね。お、だった。ん？敵いました？弾があっただけだよ。ああ、なるほど。あの、重要ないんで、そこ。あ？ああ、すいません、すいません。知りたかったです。知りたかったです。そうだろ？はい。弾があったっての知りたかったです。そうだろ？俺が弾取ったかどうかって重要だろ？もうほんとやめてください。下ネタやめてくださいよ、もう。どこ下ネタだから。いつまでそっち漁ってんだよ。あれ、もうない感じですか？そんな、なんもねえんじゃねえか、そっち。なんもないです。上だな。上だ。え、います？上だろ、多分。知らねえけど。お？アンチが上になったなってことだよ。ああ、アンチの話ですね。ちょっとびっくりさせないでくださいよ。はい。敵が、あ、そっか、あの、あれですね。あ、上、アンチ上ですよ。アンチ上だっつってた。あ、来た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 。危ない危ない。また引く、ほら。引く気満々じゃないですか。優しい運転ありがとうございます。さて、僕、そういうやつはいたな。なんか撃ってきましたね。撃ったらどんな。多分後ろのガレージだな。そろそろまた熱いバトルが繰り広げられる。めっちゃ簡単。あ？めっちゃ噛みました今。しっかり喋れ。ああそう。アンチがすごい変なとこですね。そうだな。来ましたね。ちょっと今回はドンカツを男敬語。あ撃たれてめっちゃ撃たれてめっちゃ撃たれて。ああ正面の格好みたいな。めっちゃ撃たれてるけど、めっちゃ撃たれてますけど大丈夫。一旦離れますか。一旦離れる。ああバイクがあった。今乗れない。待った。いやガソリンが切れ。やばい敵が。最近なんか僕も結構やり込んでるんですよ。撃たれてます。撃たれてんな。早く乗れ。オッケーです。結構やり込んでるから、あのこういう緊迫したところになると喋んなくなっちゃうとなんですよね、 VC で。確かにそれはあるね。やり込み始めると結構前はね、あの緊迫したと関係なく喋ってたんですけど、僕人事のように。お前結構今でも人事じゃねえか。あー確かに全くもって人事です。敬語さん次第みたいなところありますから。ここ、あここ行くか。敵いるんじゃないのか疑惑って。こ
ここは言えない。ここの場所はいいんじゃないですか、もしかして相当。ここは結構強いな。この後ですよね。あと18人。お、やばい。始まりましたね。花火大会が始まりました。あー、いたな。いました？あー、15の青いトークにいるぞ。あの、青い建物ですか？ 1 階建ての。あ、そこにいるわ。そこの隣の、ピンク色の家入ってったな。あ、マジっすか。あれっすか、うん、お、一発で。一発でやってくるじゃないですか。お前中入る。一発でいらっしゃいましたね。いやー、まさか、慶吾さんに助けてもらうなんて。よし、オッケー。お飲み物持ってますか？お冷や。お冷や？あ、やって、後ろかよ。もっと待って、もっと。これやばい。うわ、マジか。ちょっと待ってください、今行きます。とりあえず、下。オッケーです、オッケーです。今、外にいるから、壁に貼り付けば蘇生できるわ。ガーって来た。オッケーです。行きます？大丈夫、大丈夫、大丈夫。足元で、足元で今、得意だ。まだ書き終わってないから死ぬほど。上ですか？お、なに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 ？めっちゃ撃たれた、めっちゃ撃たれた。え？え？お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 ？え？どうなってんのこれ？どうなってんのこれ？生きてます、生きてます、生きてます。生きてます、今。画面が動いてねえ。毒で死にそうですね、毒で。画面が動いてね。画面動いてたらいけた、これ。あ、画面動いた、動いた、動いてる。動いた、動いた、今。動いたけど、お疲れ様でした。いやー、慶吾さんお疲れ様でした。いやー、お疲れ。やっぱりですね、あの新しいね、この新マップが出てから、何かこう歯車が、ちょっとね、乱れてるところありますよね。完全なスランプだな。そうですね、あの慶吾龍が、やっぱり取れないっていうのはね、僕もね、なんかファンとして、一ファンとして、慶吾さんの一ファンとして、辛いものを感じましたね。正直、今自分にはがっかりだな。本当ですよね、がっかりですね。あ、違います、違います。お前が言えることじゃないな。あ、確かにそうですね。もうちょっと、だって今、バグでダメだったじゃないですか、ね。次回、ちょっとまた、暇見て、ちょっとやらせてください、ちょっと。ちゃんとやり込んでこう。やり込みましょう。リベンジしましょう。絶対、ドンカシしてやるから。そうですね。ドンカシしましょう。なんかすごい、感動のドキュメントみたいになってきましたね。いやー、自分にはがっかりだな。本当ですよね。本当ですよ、じゃねえや。